南京合同慰霊祭における、大谷光つテル。1937年12月18日。大谷光つテは、日本の宗教家で、浄土真宗本願寺派。第23世宗主、白尺。法名は商女。昭和天皇のいとこにあたる。第22世保守。大谷洪水の実定を親子妙の長男として、京都府京都市で誕生した。母は急上同行の七女後。 この姉は、大正天皇皇后の節子。1914年、西本願寺の義国事件に橋を発して洪水が、保守の座を引退、弟の孔明に継承権があったが、洪水が遠慮を求めて、孔明も就任を辞退した。サラサラ門であったミツテルは、当時4歳であったため、大谷家側近が4代にわたり官庁代理を務めた。1927年に得度して、 第23世保守を継承。以後50年の間、本願寺派教団の人頭式に当たった。その後、旧世第一高等学校を経て1935年に、東京帝国大学文学部東洋史学科卒業。1937年4月、徳大寺実る厚長女の騎士と結婚。1977年、門司を引退し全門となる。青年保守三つてるは、 昭和の戦時下の教団を指導した。1933年には生命衆の改定に取り組むなどする一方で、1941年に創生を改定、従来人義腐敗を胸としていた修風を放棄し、王法違本の修風を兼用すこれ立教改装の本源なりと宣言。国家神道と結びついた戦時教学を推進した。特に、 神蘭の著作に、皇室不敬の箇所があるとして、該当部分を削除するよう命じたり、門神徒に戦争協力を促す消息を発して、戦時体制を後押しした。戦時中に発布された消息では、天皇のため、命を捧げよと次のように説いている。およそ広告に生を受けし者誰か天恩に抑せざらん、恩を知り得に法ゆるは、仏祖の水訓にしてまたこれ祖先の威風なり、 おのおのその業務を書く神し、方向の誠をつくさば、やがて中君の本義に、愛ちぎり不し、ことに国家の自閉に再始進んで神明を、喫先かぶらに落とし一死君国に純善は誠に、義勇の極みと一べし、一家同族の人々にはさこそ哀悼の悲しみ、深かるべしと里し揺れどもか四国も条文に、達し代々につてはる中節の誉れを喜び、 い,いやましに報告の務にいそしみその意志を、全うせらるべく騒ミ三つて自身も、たびたび軍隊慰問を行い、南京攻略戦直後には自ら南京に入場をし、犠牲者追悼会を行った。教団も戦争協力の名目で、大量の戦時国債を購入し、戦後の教団財政の危機を招くこととなった。今日、戦時協学を推し進め、その指導的立場にあった。 ミツテルラの戦争責任を問う声もある。西本願寺は敗戦後 GHQ の指導の下で創生の改革を行い、創始の権限を縮小し、西本願寺の象徴的存在へと変更となる。1945年まで、保守、または門石と呼称されたが、1946年より門主と解消される。ありがとうございます。